意味のない練習だよ。お昼休みの、時間内に、これをやります。誰が言った意味のない練習って誰が言ったの？杉本が言った。今意味のない練習って言ったんですよ。杉本太郎。静粛に。杉本は。合唱コンクール実行委員の佐野さんによる昼休み練習が始まった直後、杉本くんが言い放った一言に、女子側は合唱コン軽視だと猛抗議しました。さらに、この発言をめぐって、女子側二人が泣き出す事態。男子が、エリ泣いてる、かわいそう。エリかわいそう。大丈夫、エリ大丈夫。エリ泣いてるよ。男子のせいで。言い過ぎでしょ。あ、真帆も泣いてる、あっちで。男子のせいで。かわいそう、男子が言った。エリかわいそう。杉本太郎くんは、佐野さんの昼休み合唱練習は、俺らの大切な昼休みを無駄にしているとして、こんな練習は無意味であるという趣旨で発言したと説明しました。佐野エリ合唱コン実行委員は発言の撤回と謝罪を求めたいと訴えています。